いいかな。俺は JB ハリスか。俺は懐かしの懐かしいね。というわけでございましてですね、頭の問題もいろいろありますけども、とにかくもう今日はもうあれさ、相変わらずジャイアンツが情けない。やっぱりあのやはりなんか一時の阪神ファンの心境になってきましたね。だんだん窓っ気が出てきちゃって、今までジャイアンツでね、あの V9 なんかで喜んでたやつはね、やっと阪神ファンの気持ちがよく分かる。その点阪神がもうバカさ、すごいよ。御堂筋掃除するって。すごいですよ。ハレードで。ほんで、あれでな、クレーになった3位ぐらいになってんだな。いくらよくてもな。あのチームもまた、間抜けな珍しいチームで。ほんで、吉田監督がまだ悪口言われてないっていうのは大したことだな。もうちょっとの問題だけどな。やたら、やたら申し上げて、太っ腹なんて書いてあるな。あの体って太いわけじゃないんだって。何を言ってきた。ちっちゃいんだから、絶対。昔は牛若丸なんて言われたんだけど、それが太っ腹なわけないんだよ。太っ腹なら弁慶なんだから。何でそんなことはどうでもいいし。松尾、今日はいろんな事実が発見されたな。こいつはオーディション嵐だったんだ、昔。これは笑った。今日ね、あの、石川秀美ちゃんのね、チームとバスケットやったの。で、芸じゃない。で、その、ね、あの、バスケットのね、秀美ちゃんと一緒に来たやつが、やっぱり芸のジム手伝ってきたりなんかしてた女の子な。あそこでさ、西城秀樹とかさ、秀樹がいいよ。秀樹のさ、妹募集なんてさ、秀美ちゃんが出てきたね。あれから、弟募集もあったんだよ。それにこいつが応募してた。この野郎、オーディション話だったろお前。そう、うん、それで応募してね、うん、あの頭の毛が俺のとこ来たと同じ長い髪の毛でね、あの丸けな顔がね、まだ資料残ってんだって。今度は資料くれてたの、写真付きの資料。とんでもない。それからね、萩本欽一さんとこもいたんだ。こいついたの。黒部と一緒にね、キムコトスターで一緒にコントやってたって言うんだよ。キムコトさん、このや、どこにでも種まけ、タンポポやろ。オーディション話だと。ろくなもんじゃねえよ、こいつは。いたの、お前。なあ、この顔で。だから、秀樹の弟で売り出そうと、自分は歌手になろうと思ったんだ、こいつは。この顔で。歪んだ頭しやがって、この野郎。って。しょうがないな。武田信玄の千里病太みたいな顔しやがって。あれ違うか。というわけでして、ビートたけしのオールナイトニッポン。オールナイト日本。この番組はブラザー工業、ブラザー販売、ブルボン、ポッカコーヒー、キャニオンレコード、 KK ベストセラーズ、東方ストア、モード学園、居酒屋紫チェーン、札幌一番、キングレコード、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送から全国31局を結んでお送りします。何を考えてんだお前はよ。そんな思いまでして芸能界に入りたかったのは大原玲子か。お前は大原玲子、大原みどりか。バカ野郎、芸人が資料を出したってのはそうでしょ。秀樹の弟、どこが似てるんだバカ。シワの数だけだよバカ。似てるなんか、その顔がどこが秀樹の弟なんだ。妹兄弟もいいとこじゃないかバカ野郎。弟だけ交通事故かお前は。何考えてんのお前は。いや、ズーズーしいとか言うと思う。ね、だからあの高校生活のあの暗い顔で出したんだよ。いつに思っちゃって。思いついたの。いやつだね。それ歌手になろうと思ったの。本当ない。歌手どうなの。いやろ、その顔は誰だって記憶あるよバカ野郎。その顔はごまかせないよお前、いくらなんだって。どう考えてもいないっつうのそっくりなんだ。お前のそっくりなんかいないよお前。うちね、バスケットとかバレーボールやったら、ね、2階の席でね、うん、女の子がね、ちょっと不細工な女の子がね、覗いてさ、来てね、下から見上げてね、笑ってんだよ、うん、面白い顔してて、めえが上に登ったらもっと笑うってんだ、バカやろ、お前。全然お前の顔俺が知らなくてよ、バスケットなんて、ね、2階席でお前がポツンとお前その顔で言ったらね、腹抱えて笑っちゃうよ、お前。今日なんか相手チームにすごいお母さんがいたの、話感じるそっくりのお母さん。あれは参ったらでっかい頭なんだ。モアイみたいなお母さん。女の話感じるの、あのでかい頭をね、あの女の体の上つけてくれみたいな。体が細いのって頭が突進してくるのバレーボールで。でバレーボールでシュート打つとね、みんなハイバって取ろうとするんだよ。射撃練習場にね、玉拾いに来たみたいなおばあさんなんだけど、はい、やられて、いよいよ今日が最後になりました。正しい気分でジョーク。
松野屋はあらゆる応募してるらしいんだ、あれ芸能界で、うんうん、昔だったらミスターヘブンとかで必ずあの面下げてね行ってるよ、あいつ並んでるよ、背広着て、え受かったりなんかしてね、ニューフェイス、東映のニューフェイスとか東方のニューフェイス出てんだよ、だから、うん、あれじゃない、マイトガイとかね、タフガイ、うん、あいつ出てきて、いびつガイかなんか言われるいびつガイかなんか言われるってんだ、頭いびつなんだ嫌な会だなって、拾っちゃうの本当だよ、本当にあんなこと言ってやんだよ、それ、うん、でね、あのね、今日ね、週刊誌見たら身長かなんかにね、うん、俺の変な特集みたいにでかちょっとでかく出てたの、うん、の萩本欽一さんがね、うん、4本でね、うん、あの倒れたの、倒れたの、で、たけしがね、4本持ってる挙句の果てに3本またって7本で、あの一般の噂じゃ7本だったら絶対倒れても不思議じゃないって言って、誰がいつ倒れるか倒れるかって言ってるってんでね、でなぜ倒れないのかってスタッフの人に聞くとね、倒れないはずだったかって、あんなぐらいいい加減な人はいないって書いてあってね、書いたの、うん、1時間番組でもう本番1時間前に、ね、何の準備もノフコント現れてね、1時間番組で3時間喋ってね、それをテレビ上に編集してってくれって書いちゃって、これなら70本持っても安全だってバカなこと言ってんじゃねえってね、テレビで1時間番組に何も打ち合わせもないで1時間前で3時間喋って帰ればバカ言うわけねえじゃないか、そういうことを言ってるんだよって、あれ最近ね IBS かね、あのね日本テレビかなんか流してるんだ、これは週刊現代かなんか荒川区大いに怒るなんて言ってよ、放映前に荒川区怒るわけねえってんだよ、週刊誌が出てて放映前に出てんだよ、たけしと荒川区大喧嘩だって、うん、冗談じゃないって、そんなことばっかりしちゃってんだよ裏じゃん、うん、そういうわけでして、いよいよ松竹の映画があさって、いよいよね、いよいよ明日なのかな、土曜日、金曜日、土曜日か、土曜日の、うん、何時だ、11時ね、公開いよいよ迫るだよ、それで週刊誌見たらあれだよ、たけしはそのうち森重次第2世になるなんて書いてあったよ誰がなるか、あんなじじいに急に吹いちゃったやらぬのが三味線弾きだってしょうがないですよ、そういうのやっちゃうんだよ、ね、書いてあるそれでも行きますからね、とにかく出てね、最近あのいろんなのも招待が多くてね、今日あれって言ったの、招待多いんでファッションショー、2回行ったんだけどね、まずフィッチェっていうところね、あの行ったんで、その後ね今日ね安倍憲章ってのが結構有名なのいるんで、若手店で、それのね、あの三井じゃない、あそこにあるんだ、あのテント小屋が、あの昔あのキャッチやってたとこ、あそこの敷地にさ2つあのでかいの建てたんだよ、それがあの、それ建てたトビ知ってるんだけど、トビの兄ちゃん800万で建てたってんで、トビ知ってる、そこのやつ行ったの、
してさ、うん、それ時間がちょっと5時だからなんか3時頃から空いちゃったから今日、うん、あのスポーツ大賞やって、それで三井せあの生命のビルかなんかでさ、うん、ビール飲んでたんで、うん、してね、ああもう時間だと思ったらビションベンしたくてしょうがなくてさとりあえず「適して適して」なんて言ってから気取ってんだけど前を押さえながらちょっと前かがみになってさちょっとやばいなこれと思ったらさ、うん、トイレどこだってトイレって言ったら、うん、変なまたああいうとこで仮設の便所があるじゃない、うん、え汚ね便所、うん、ああいうファッションショーの割には便所は汚ねんだ大抵ねあの日本の良くないとこはさ、して横の裏の方にさずらーっと長い便所あるわけ、なんかあのケバブマンがずっと首出してみたいなとこあるじゃない、全部仕切ってるずらーっとしてバーっと行ったらさみんな入ってんだよ、でさで一番端が空いてるからさ、ああ空いてて、もう正面だけしょうがないから、ああ空いてたと思って、ボコチン出してこうやって出してこうやったら、ヤクザにさ、あの朝顔ってのああ便器が高いんだよ、でこうやってうーっと入れて背伸びてグーってやったらさ、そこ蛇口がついてて、おかしいなと思ったら手洗い所って弱っちゃった、弱っちゃった、手洗い所って気がついた時にボコチン乗せちゃって、手洗い所って気がついた時におしっこ2、3個ペンペンって出ちゃって、どうしようかなと思ったらさ、やばいなこれなって後ろで見てるやつがいいからしょうがないなって漏れちゃってどうしようどうしようと思ってさ、ああまずいからって前押さえたままダーッと走ったらさ長くなったとこさ虎にも入ってるんだよ、それ持ったままトトトトトって端っこの方へまだ走ってってさ、持ったままダーッと横横カニ歩きしてさポト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 こぼしながらさやっとしたの、やんなっちゃったよ情けねえ。うん、あれは見通らなかったね、まず見させて冷やしたって、うん、なんかおかしいなと思ったら余計に高い外人のモデルがいるから外人がなんかこれを出荷するんだなと思ったらさ蛇口が2つあるんでおかしいなと思ったんだ、でどうも跳ねっかりとこもねえしさなんか顔が荒そうなんだよおかしいなと思ったら手洗いなんでやんの驚いちゃったよ、でねモデルがねみんなね180センチだよ、でかいんだ女の子が、100この間来たのね、あの77とか言ったじゃん、あのおにぎり屋、おにぎりじゃねえ、あのいなり寿司が、セブンイレブンの、あの姉ちゃん遊びに来たじゃん、あれ177ぐらいだから、で、ファッションモデル、あの、あれはやんないって言った、雑誌だけだって言うんだよ、ショーの歩いてこうなって、なんかわけのわかんない、あれ方すんじゃん、前だけ、頭が動いちゃいけないなんて、昔、百科事典頭に置いて、バカなことやって、金五郎さんかなんか真似してないみたいな、拍手もらったりなんかしてさ、なんでよくわからないことやってたけど、それと同じだよ、で歩いてくるの。したらね、あれなんで、そこにね、またね、必ずね、おいらが岡田真澄とかいっぱい来るんだよね、してね、また日本テレビなんか来てるんで、必ず来てやってね、インタビューかなんかで、滝さんはいつも、どなたの来てるんで、どこの会社のメーカーですか、水野ですったらね、不思議な顔してんの。ああ、そうですか、水野なんて人ですかね、バカ野郎、水野って会社だよって言ったら。あ、スポーツウェアでおなじみだったんであ、そうですかって向こう行っちゃって嫌だ、運動系だ、したらさ、黒人のモデルがすごいかっこいいんだけど、やたらにらみつけやんだよ、服着てね、で怖くなっちゃった、怖くなっちゃった、で後ろでさ、枝豆とあの幽霊は寝てるし、ガー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 さ台から落っこってガタンと落っこってみんなに見られたりなんかしてみっともないんだ、それがさ、したらそのモデルがね、あの、あれあのなんか最近のファッションモデルすごいね、胸出ちゃってるの、おっぱいが出しちゃってるの、出しちゃってるの、ストリップで、お前拍手だったこっちがさ、ちょうどデベソなんだ、あれがこっちこっち呼んじゃって、おーだって呼んじゃって、呼んじゃいけないって呼、んじゃったよ、おっぱい出ちゃったの、長いで、それやったんだけどさ、でもそれでその話があって、松尾の話でしょ、バカバカしてもっとすごいな、大阪100万円しました、あれがとんでもないやつなんだって、東のとこ行っていつも正座してんだって、落ち着いた顔して、で東があの日本酒買ってきて冷やでね、飲んでったね、そばに座ってから、お前飲めって言って、いやいいっすって飲めって言ってね、あのそうですかってクーッと飲むんだって、一気に全然効かないんだって、で3杯ぐらいだったらクック飲んでて、ほっとくとガンガン飲むんだってさ、それ平気な声してんだって、もう飲むなっつって、お前がごめん、お前は飲むなっつって、その隣に大道がいるじゃん、あいつと一緒に、大道ってまた拝むの大好きなやつだから、北海道から仏壇持ってきちゃってるやつだから、ね仏壇持ってきちゃって、もう拝んじゃってんだから、それさ、大道の大事にしてる仏壇にさ、あいつ酒飲んだ後さ、しばらくシーンとしたら100万円がずーっとしたら、しばらくしたらその仏壇に火つけたってこの野郎ってとんでもねえやつだから酔ってなさそうで、酔ってたんだ黙ーって、これ火つけたんだよ、そういうことですって言うんだよ、お酒回ってんだっけ、お酒回ってんだ、その仏壇大変だよ、もう位牌なんかなくなっちゃって今、缶詰とかラーメン入っちゃってるそのうちあの仏壇のドア取っ払ってね、あのネット張ってね、十四松買おうって言ったらそうなんだよそういうのどうがないよ、それでね、今度は
コンサート始まるでしょ、コンサート始まるんでさ、今度はあのキーボードの選手のいないからサックスね、言ったっけな選手、聞いてないよ、サックス入れようってんでさ、サックスのオーディションやろうってなった。サックスの、それでドラムのやつがさ、サックスのオーディションやんなきゃいけないって南さんとかが、下の稽古場集まってしたら誰もいないんだって、サックスくれるから一人いかないんだよ、元サリーにいたってのが一人いかないってんだよ。それじゃあのそのサリーってにいたやつを入れたいんだけど、そいつにはそれじゃ指名しがつかないってオーディションやって、君が選ばれたって言われてまずいよ、一人いかないからしょうがないから、またしといてね、義太夫たちでね、キルタの公園探しに行ったんだよ公園で夜中ブン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 言ってるやつ連れてきたんだってしたらドレミも吹けねえんだって嫌だったら出てきた、とにかく吹いてくれって、あともう一人ね、九州から出てきたって、とんでもないパンクのやつがいるんだってさ、それがね、とんでもないんだって、大騒ぎしちゃって、オーディションなのに、今度は反り返ったり倒れたりなんかしてんだって、足パタつかしたり、とにかく帰ってもらったんだってだから初めから入れる予定のやつをね、一人入れたんだ、で今度はサックス入りで、もうあれですよ、ブルース・スプリングスティーンのダンス・イン・ザ・ダークかなんかオープニングで行こうと決めちゃうんだ、というわけでないで、CM、なんだサンプラザ中野って、あ、爆風スランプか、え、頭剃って、ああいうやつに限って気が弱いんだな、あれ気が弱いんで頭剃ったりよ、もうひかんがりやってるやつ、優しい声しちゃってるんで、今の声でもガラってる割にはダメなんだな、力が入ってない、サンプラザ中野って、野坂さんの眼鏡みたいなので、ね、精神的に弱いんで非常にな、あの頭だと怖いと思うけど、すごい優しいやつだったなんか言って、あの頭で怖いのあれだよ、 ARB だけだよARB のドラマ、あれは怖いあれはあの剃る頭剃ってあれは怖いけどね、サンプラザなんかのあんまり怖くそうじゃないの。で頭ってまね、これでこの頭間違ってファッションモデルがさ、また呼んでませんよ、外人のファッションモデルがかっこよかったんだよ、ね、男のやつ、それをファッションショー見て、あ、この頭しようと思ってさ、家帰ってチョキってやった瞬間に思いっきり入っちゃったんだよ、ハサミが、それで直せなくなっちゃってさしょうがないから、あれ床屋さん行ってやってもらったの、頭だバリカンズルズル入れられちゃってた、こんななっちゃった白菜頭だったね、セロリだってやね師匠、そのままね、ほいでさ、ほいでこの頭でさ、この間さ、元気が出るテレビって言ったんだよ、したらあのアイベースの伊藤がさ、同じ頭してね、いいですね、なおいですね、かっこいいですね、この眼鏡あげましょうか、いらねえさんだよな映ったらどうすんだバカ野郎でもあの人眼鏡使ってないと思うよ俺そしたらね、したらさ、いらないって言ったらさ、あ、そうですかって言ったら、いいですよ、だけどそのままって、それでね、4本目取ったんだよ、それで、ね、ちゃんと、取ってさ、で、それでさ、あ、そうだって言ってさ、たけさん、衣装3本目に着替えてくださいって、なんて言ったら、3本目の取り残しがありますからってことさ、あ、そうだそうだってさ、堀切美乃さんが来て、持ってきたやつさ、3本目これいいねって、で、上から下までチェックしてさ、あ、これで大丈夫です、大丈夫です。アラースの頭どうしようだって、CM 明けにさ、一回ワンコーナーだけやるのさ、撮りた、撮ってないんで、で前のやつに入れ込み撮るんだけど、4本目のやつを3本目に撮るんだけど、頭これだから繋がんないんで、頭来ちゃって、CM の後にこの頭短くしちゃって、その次の CM 開けたらまた伸びてったらおかしいですねなんて話だって、どうしようかってさ、伊藤ってのも変わりもんでさ、こうしましょう、みっともないからね、それじゃいかにもため、あのビデオだってバレてしまいますから、このヘルメット、このヘルメットかぶってるからって俺は古舘一郎かなってヘルメットかぶってやってるの意味がわからないって言ってヘルメットかぶってやってたんでしょうがねえから、やったらヘルメット、間抜けだったなもうヘルメットかぶってやってたの、情けなかったですほいでね、いやいや明日はね、防衛庁長官との対談ですからね、あ、そうですか、ああ、うん、大変ですよ、ビシビシと教えてくるから、国防とはどういうものだと、ビシッと、もう怖いも知らずだから俺なんか友達になっちゃうよ俺、ちょっとでも悪いことあったら F16 で駆けつけるよ、ミサイル撃ち込むぞこの野郎貸してもらっちゃうんだな、もう貸してくれるから乗せてもらっちゃうからと思ってんだ俺、うまく騙してたら騙せないガーッと言って、ヤシさんがもう裏返しがありますと、だからね、この間ね、NHK でね、万博の中継やってたら笑ったね、あのね、
丸子くんとかなんかいうね、ロボット館の、で、榊原池ちゃんかなんかが来ててさ、買って、あの、丸子くんに池ちゃんから話しかけてもらいましょうなんて、ガキがいっぱいで、なんてやってんだよ。で、このロボットは指示通りね、動くんですよ。進め、ちょっと進めなしね、後ろ下がれて下がるんですよ。で、あの、あの池ちゃんがじゃあやってみましょう。さすがって言ってさ、ロボットがグーッて言うんで、うん、それさ、それから、右に曲がれなんてロボットがね、うわーって、池ちゃん喜んで、左に曲がれとかなんか言って喜んで、その後ろから、後ろからさ、今度でけえガキがさ、横に倒れって、倒れ倒れ倒れろ後ろにこけろとかなんか言ってたの。全然ロボットに聞かれて、何で、全然言うこと聞かれないって言ったら、すぐカットになってる。さあ、話わかりますか、だって。顔引きずってんだ、アナウンサーが。悪ガキがいるんだよ。そういうのが。まあ、とにかくいろんなことありましたですね。はい、まあ、あの、これからはですね、いろいろ考えたんで、あんたな、あの、いよいよ連休でしょ、連休でね、とにかくね、あれだね、あの、車のやつがね、多すぎるんだよ、外にね。で、いろいろ考えてね、高速料金、あの、バスレーンってのあるからね、バスレーンってのは普通の車入んない。あれも、あの、連休の時はね、あの、金持ちレーンっていうのを作ってね、そこのやつは金持ちが取れないようにして、1万円払ったとこ取れるみたいにするかね。あとね、日本の交通事情を考えて、いろいろね、最近考えてるんだけど、やっぱりね、会員権制だね。会員権、ゴルフ会員権と同じ。だから、あの、会員権買うわけ。どこの会員権持ってるの？日光街道。日光街道いいの持ってるね。日光街道なんか一流じゃねえか。怪我の滝までいいコース持ってんじゃねえか。どっちや？水戸街道。ダメだな、水戸街道。つまんないやつごはんなんてね。そういうね、あの、会員権制度でね、会計の売買したりなんかしてね、会計持ってないやつはビジターと言ってね、これが金が高かったりなんかするんだな、そういうのはどうかというね、そうしないとダメなんだ最近はね、もうあれ込みすぎてしょうがないんだ、それでまああの、あの親戚が出てきたら自分が地方へ行けるとかね、そういうルールを作るんだけどね、混んじゃってしょうがないんだよね、久々に行ける、出られる、だからもうそういうのをちゃんと出すとかね、そうじゃないとまあ田舎にみんな行っちゃうんだよ、東京ガラス気になるのはありがたいけどね、東京近郊のあの高速のあれが困っちゃうんだよね、でこっちは仕事してるしね、新幹線なんかもらうツアーいよいよ回るじゃない、大変だもの、だそういうのをねビシ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 とやると、はい、一曲いきましょう。ボーイ菊池桃子ということで、あさっては新宿松竹でございますね。ああ、いい、不義理。頼むよ、お前、恥かかせんだ、俺。頼むよ、お前。言って誰もいないとこ、やだよ、俺、舞台挨拶なんか。俺、行きたくて行くわけじゃないんだよ。誰か来るっつうから行くんだ、俺。集まるってから、じゃあ行ってよろしいじゃねえかって。結構俺もね、嫌だ、嫌いじゃないけどね、人が集まるとこ。でも近所のバカじゃないんだから、ただで集まるだけじゃ嫌だよ、俺は。入ってくんないと。見てもらえんだよ、またね。11時からやる。朝の9時から大丈夫でしょうから、電話入ってるなんて。俺なんて知らねえんだな、向こうは。だって。とにかく。聞きたかったよ。どうがないな、どうも。じゃあ映画ってのは分からないんだよね。とにかく入るんだ、入んねえんだから。で、あの、何いや、カポネ、老いに亡くなって。もう、思わない、じいさん焚きつけちゃうから、あんな映画撮っちゃうんだよ。ダメなんだ、ボケちゃってもう。ね。じいさん焚きつけちゃうからね。じいさん焚きつけちゃうから。あの人は桜の花見ちゃうと頭おかしくなっちゃうんだな、もう必ず頭おかしくなっちゃって、桜の花と血だけんだから、本当に東大全教徒みたいなこと言ってるんだ、またね、そういうのダメだよ、それで乗せちゃったから、あのおもちゃ箱ひっくり返したみたいな映画ってよく言うけど、そりゃそうだよね、やっぱりあのなんとかワイゼンだとか、なんかかげろうだとか、陽気路とか蜃気楼とか分かんないけども、そういうのと違うんだからさ。で映画っていうのはとにかくまああの評論家がいろんなこと言ってますけどね、そりゃね出てる方だって辛いんだから、別にいろんなしがらみで出てる人だってあるんだよ、やりながらね監督だってどう考えたってこの監督はおかしいなと思う時だってあるんだけど、それやらなきゃいけないってこれが辛いんだよね、それはもう健さんの映画出たってそうだよ、あの古畑さんだか折畑さんだかやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思うとこあるけども、それはね一人が揉めたらみんな揉めちゃうからしょうがないんだよ、共同作業でね、監督が悪いとか役者が悪いとかね、ストーリーが悪いとか、それはいっぱいつくことあるけどね、やってみりゃいいんだよ、てめえたちってね、評論家がな、なんかやりゃいいんで、やってこういうの作ったからこのぐらいの映画撮らなきゃって言われれば分かるけどね、言われるうちに何か書かれて腹立ってくるね、それで俺があの何その映画で出たからって、あのたけしはあの将来森重さんを目指してるんでしょうか、誰が目指すかよ、そんなもん一本も撮ったぐらいでね、片っぽお前朝から晩まで焼き合ったりなんかしてね、冗談じゃないよ、頭痛くないって、もう新さんが昔やりやってたから、朝から晩までバスケットやったりなんかしてないよ、人妻のおばさんとバレーボールやってない、あらかんに怒られて、お前、しょうがない、それじゃね。
まあとにかくね、やっぱ人間の考えっていろいろありますけどね、最近あの自然破壊なんて言ってね、いろんなこと言ってるんだよ、うん、自然破壊って何だかって言ってね、うん、人間がね、あの偉そうなこと言ってるんだ、自然破壊がどうなんとかね、うん、例えばトキがね、うん、絶滅に瀕してるからね、うん、助けよう、あれが自然破壊なんでね、トキは絶滅したら絶滅していいんだよ、あれは、うん、ああ自然のままなんだ、それを無理やりトキ助けんじゃないって、うん、トキ助けといてペストを殺すなって言うんだよ、ね、天然痘なくなったら放送とか、ね、あれも自然の摂理なんだって、うん、だから要するに人間が一番良くないのは余分なものに手を貸すというのがいけないんだよね、うんうん、だからこれは人間が生きていくためにだね、危ないやつ病気はまあしょうがないように自然の摂理としてだね、人間がそれだけ強くなるって自然の生物の一種として強くなってきてたね、うん、病原菌殺していくのはいいけどね、陶器とかね、あってもなくてもいいんだ、あんなもんな、うん、陶器なんか言おうが今関係ねえもの、ね、うん、それがね、死ぬからってね、わざわざね、助ける必要ない、うんうん、陶器はジャン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 って言って、今のカラス以上に増えたらどうするんだって、カラスが一匹人間だってカラス助けるぜ今、うん、要するにだから人間だって生物の一緒でね、人間がね、そのうちね、こうやってバーバー行くとね、原子爆弾が吸ってんだから、うん、とにかくあの原子爆弾で人間があのみんなくさばっちゃうんだ、要するにそれも自然の摂理なんだよね、うんうん、地球の大きな動きが言えばそれがあの自然なんだよ、ねうんうん、昔恐竜がわっと言ってね、うん、恐竜がなんで死んだってなんか隕石が落ちたなんていう説もあるけどね、うん、死んでいってるわけ、うん、だから自然を大きく見ればだね、人間だけが偉そうな面をするんじゃないっていうね、人間が何偉そうか、人間もその地球の中に生きてるね、一つのね、あの生物として考えればね、それはまあ生きながらようがくたばろうがだね、それは自然の一つの説で、大きな枠から考えれば関係ない、それは偉そうな顔してね、時助けてね、時助けてフェストを殺してなんてとんでもない、そのまま生きゃいいんね、うん、よくね今矛盾してることばっかりしちゃってるわけ、うん、とにかく例えば車なんかはね、あのあれなんだよね、要するに、俺も CM やったけど、車ってのはね、うん、とにかく宣伝の仕方としてはゆったりとか落ちるとかね、乗ってて楽だということで、うん、とにかく機械の発達とかいろんな工業とかそういう発達はね、とにかく人間をリラックスさせると、うん、体に負担がかからないように、うん、そういう機械をいっぱい作ったわけ、うん、それと反対側に人間のフィジカルなんとかってのは、うん、とにかく体鍛えてるわけ、うん、自動車は片っぽで一生懸命リラックスさせておいて、片っぽでどうにかしてあの体に負担を与えるようなスポーツばっかりやらせてるわけだ、うん、でよくわからないんだよね、やってることはね、うんうんうん、だからあのメガネだとよく見えるメガネつけてるけど、かえって目を悪くしてるわけね、よく見た、うん、そしたら一番いいのはこれからはね、自動車もね、乗り心地の異常に悪いで疲れる車とかね、体がそれのと体が鍛えられる車とかね、うん、自動車で1キロ行くのとね、走って1キロ行くと同じくらいの体に負担がかかるような車作るとかさ、うん、見にくいメガネとかね、聞こえにくいラジオね、疲れ切ってしまうって、うん、そうすると聴力が増えるとか、そういうようなね、ことしないとダメなんだよ、うんうん、でバカみたいにマラソンしてるんだよ、どういうわけだか、あのなんだかよくわかんないね、あの会社の勤めのやつがさ、あのベンツかなんかでゆったりと会社行ってさ、それで走ってんの、昼間になった、はい、で歯が入ってんの、疲れただって、それで初めからあの会社行くのにさ、疲れる車で行くんだよ、そういうのがわかんない、うん、だから人工心臓だとかさ、うん、あの人工の関節とかね、わかんないよこれから、うん、例えばこれはね、正常に走る人よりハンデがあるから許されてんだよね、正常に走る人よりね、素晴らしい足作っちゃったら大変だよ、うん、オリンピック8秒で走ったらね、それルール違反だって怒られるよ、あれは逆差別食らっちゃうよ、あれ、うん、よりすごいやつね、うん、よくボクサーで手骨折してさ、手にさ銀のね、うん、ボルトなんか入れたりなんかして、うん、銀のあれで縛るでしょ、うん、骨折だと、うん、あれがね、それがすごい狂気でね、一発で相手倒したらそれ反則だったけど、うん、で人工心臓だったらね、普通の心臓よりハンデがあるということがあるから、マラソンなんか参加してみんな拍手してんで、うん、その心臓つけてね、40分ぐらいでマラソン走っちゃったらみんなに怒られるね、あれいけないって人工心臓じゃないかってね、汚れやいから汚れなんて言われるよ、うん、なんで人工心臓つけてるだあの野郎なんてさ、とんでもねえやったなんて言われちゃうよ、うん、だどの程度までね、その人間の初めから備わってる機能に、変わるものはやっぱりハンデがないものはダメなんだよ、ね、劣ってるからいいんだよ今、うん、ちょっととか素晴らしいもの大変だよ、うん、手が非常に痛いとかな、うん、腰の関節がしてすごいよく曲がったりなんかして、アクロバット上手い人はダメだあれってさ、トンボ返りがすごくなっちゃったりさ、機械運動うまかったり、機械みたいな体作っちゃったら機械運動すごいんだから、機械体操、本当の機械体操だったら、あれは怒られちゃうんだよ、だから、うんうん、だからよくわからないね、うんうん、
あの、うん、病気とかさ、いろんなことで手術した時はさ、うん、そういう人たちがどの程度まで実際にあるスポーツに参加できるかってのは分からないね。そうでしょ、うん、だってドーピングなんて一番、うん、あれでしょ、うん、要するに薬によってさ、うん、神経を高ぶらしてやるわけでしょ、うん、あれは禁止されてるわけでしょ、うん、だからドーピングと同じにあの銀の関節はいけないのかっていうことになっちゃうんだよね。うん、あれは落ちるからだよね、機能がそれを使うことによって、うん、落ちるから、うん、それより落ちるからね、落ちるからいいんだって、機能が増えたらさ、銀の関節反則って言われちゃうよ、うん、逆だもんね、うん、それが大変なんだよな、うんうんうん、じゃあ一曲いきましょう。キスマーク、なんだよ安倍安井の。最近はね、プロレスかなんかの取材がこの間来たんだけど、プロレスっていうのもさ、女子プロが異常な人気だって言うけどさ、あれ中年のお父さんとさ、女の子しか見に行かねえじゃないですか。女の子だもんね。うん、だけどこの間のだけどね、なんか久々に、なんかで雑誌見たら歌舞伎かなんかでさ、うん、こうやってバーッと吹いてて、説明書かなんか子供向けのパンフレットみたいな、あるんじゃない、プロレス年間みたいな、うん、見たら、歌舞伎ってバーッてやって吹いててさ、うん、それでね、相手がね、この吹き出したらね、毒にあのやられてね、目をやられたりなんかするってこと、そんな毒、なんで口に含んでんだって。口の中入れてるやつがもっと危ねえじゃねえか、初めから口の中飲んでるやつなんかいないで、毒そのまま死んじゃうじゃん、粘膜から入って吹き出してた相手が痛いって、相手の目に染みるようなんで、とんでもないガスを吹くってら、それを口の中に入れてるのがもっと危険じゃねえかと思ってね、なんか不思議なやつだね、あの歌舞伎っての、うん、あのメイクしてる姿を見たいね、しかしダンプ松本とか、ダンプ松本が頬目に入れてやんの、うん、ほいでさ、あの女子プロもさ、どうせ同じバスで移動してくるんだからさ、ね、ダンプ松本とクラシックアスリートなんて同じバスなんだから、もうちょっとさ、アントニオ猪木の時みたいにさ、因縁をいっぱい作ってね、白蓮軍団だなんだって、そういうのを作んなきゃダメだよ、だから、ダンプ松本と誰かがさ、同じ男の取り合いでさ、あの片ダンプ松本が振られて、片っ端がね、あのその男と仲良くやって、怨念の試合だとかね、ずっと、うん。でもっと大事で、新聞記事かなんかで煽ってさ、うんうん、で、ダンプ松本の相手が、その男の子供、あの、はらんでたり、妊娠してたりなんかって、ダンプ松本が、あの、ケツ、あの、腹蹴ったりなんかって、ああ、危ない、流弾キックなんて名前、相手を倒してて、ロープ最上段から、ダンプ松本が腹の上乗っかいてて、妊娠して、やばいじゃんなんていうのが、やばいじゃん、今度は、相手が必死になって、お腹抱えて逃げ回るとか、そのぐらいのストーリーかなんかやってほしいね、だけどね。やっぱり、ロードウォリアーズだ、クラッシュギャルズとかなんかいうのはさ、なってくんないもっとじゃんボーエスカー、女ならではの、あと、あの短髪じゃないけどね、考えたらロリコンプロレスってね、ロリコンプロレスってね、もう出てくるプロレスラーはね、女の子の間で12歳まででね、レフリーかなんかがね、あの調べたりなんかしてね、パンツなんかして毛が入ってないから確認したりなんかしてね、あそこワンツーなんて取ったりなんかして、ね、おっといきなり狂気なんて、ね、相手に毛を植えたなんか言って、そういうのちょっとね、そういうもうちょっとな、なんかあの田んぼ使ってる、田んぼ使ってる、始まったじゃないか、始まった反則、そういうねプロレスおっとまずいここで所長なんてのいいね、試合中に所長、うん、流血性、うん、もうあれだよ、あのリングサイドのとこでね、あのタンポ抜いたりなんかしてなおか反則、これ本当に引っ張ったなんてのいい、そういうね、もう盛り上げて盛り上げてほしいね、うん、ロリコンプロレス、あと嫁と姑とかねシュート死んじゃん、おっとなんてシュート目ってシュート目なんて嫁さんの味噌汁の味を見たなんか言ってね、うん、これが飲み物かなんかないってそういうなんかいいね、一発女ならではね、女ならではね、やっぱりで、やっぱ勝負ってのはいろいろあるけどね、この間ね、あの F2 レースってね、弟の、第2戦でね、また3周も抜かれやがって、懲りないね、片っぽ36周ぐらいしてるのにね、弟だけ33周でゴールインしやがってね、それでね、F2 って安いんだよね、10位でね、10位で15万円だよ、そうなの、うん、ああ何千万、3000万以上かけてからね、10位に入ったら15万円かくんねえの、そうだね、あれ運動会のノートで鉛筆の方がもっと嬉しいって言うんだけどさ、うん、ダメだね、うん、でやっぱり、うん、あの中島とかあの優勝して500万だもんね、うん、だから5000円だよ入場料、ああ5000円で5万人ぐらい来るんだからね、すごい上がりは2億5000万かい、
4個1000万だよ。あれ借り賃がね、30分でね、何百万とかなんかいいんだけどね、大体ね、2、3000万もかかってないんだ、会場費なんか。だからボロ儲けだぜ、あれ。ぐるぐる回して。回して。あれデパートの屋上であのぐるぐる子供に企画してやらせて金取ってる親父と変わんないんだあれ無線のおもちゃと、うん、でまたさ弟がまた人がいいからさ、うん、森なんとかっていうやっぱ F3 から上がったやつがいるんだ、それをさ、うん、星野とか中島が来るとやっぱり避けるじゃない後ろから早いから、うんうんうん、ね道開けんじゃない、うん、その同じ仲間で争ったやつにも道開けちゃって中島かと思ったっつってそれでまた負けてやるの情けない情けないねだもん。うん。これでね、あの松尾たちみんな連れてったんだよ。うん、で松尾の野郎が容赦いいのにさ、うんうん、前の日から何も食ってないで行っちゃってさ、うん、急に食堂でステーンって倒れたんだよ。うん、ね、うん、貧血起こして。うん、でみんな急に倒れたからさ、うん、どうしたのかなと思ってさ、うん、あの道理もないししょうがないなと思ったんだよ。東さんがケツに干渉したりとかしてね、やめやめやめって、この場に及んでひどいことするんじゃないって、もうそれ以上やるとギャグじゃないですって言って、松尾がさ、大丈夫だって言うからさ、とりあえず、じゃあ保健室があるから、ね、あの、レーサーの調べたりとかする、うん。そこ俺がさ、さっと行ってさ、すいません、倒れたんですけど、あの、見ていただけませんかって言ったら、俺見られちゃってさ、俺の血圧測って、俺寝かしてどうって違うんだ、違うんだ。いや、目がどうなんかと言ってるの違うんだ、俺じゃないんだ。私じゃないって言って、いや、中井さん、どうも顔色がおかしい。いや、俺じゃない、倒れた。松尾が来ますからって、本当に倒れたんですかって、もう大変、やっぱ貧血でね、せーって倒れたら、すごい心配なんですよ、松尾なんですって言ったら、向こうから松尾が走ってきやんの、いいかげんにしろって、ルンルン言いながら、大丈夫ですなんてさ、汚いんだよ、あいつはね、本当に汚いんだよ。ほんでね、あの、野球やっても愛性格だから、これで野球やってね、ゲッツーをね、一回やったんで、いいとこで。で、今度はゲッツーしたら、ただじゃ来ないとこにやろうって言ってね、俺の打順、ゲッツーなんて来ないからって言ってんだ。最終回で、またあいつがね、あの、サードゴロやったら、で、サードゴロで、サードフォースアウトで、一塁投げたらね、松が一生懸命入ったの、ゲッツーなんの嫌だから。いや、フォースアウトで、一塁もアウトって聞いた瞬間にね、わざと倒れてね、足くじいたふりしてんの。高速、うん、なんで足くじいて痛いって言ってればね月でなんでなったなんて怒られないと思ってるんで、うん、その痛い足蹴ってやったんですでいやもう足が捻挫でもう立てませんなんて言っててね10分ぐらい経ったらね走り回ってやんねんでどうだ足はったらねえ痛みは感じませんって何もないじゃないかね足の痛みが感じなきゃ何もないじゃないまだ痛みますけどどうってことはねえんだわけで全然痛みませんって言ってじゃあ何もないじゃないそういうことを平気でやってるんだ、うんで今あの F2 でもねなんか言われるんだけどねやっぱりね、うん、F2 いくら実力があってもね、うん、F2 乗れない人いっぱいで経済的にね、うんうん、で最近はね、うん、あのねあのあれなんだ要するにね F2 とかねそういう同年なんでさ運だとか言うけどそれ、うん、あの自分家の親父が金持ちでもそれはね、うん、それは実力のうちなんだよね、うんうん、運も実力も一緒だから、うん、だから腕があって F2 に乗れないのはそれは実力がないんだ要するに、うんうん、うあれ乗れたら大変だそうじゃない、うん、もうとにかくそういう状況にある持っていくF2 に乗れる状況でも金経済的にも何にもね、うん、あのね行くのが実力だって、うん、うちの弟もね、うん、なぜか俺が兄貴がね、うん、金稼ぐからね乗れるこれもあいつの実力なんだ、うん、運もあるけどそれは運も実力のうち、うん、だからその、なんて言うんだろうな、やっぱりそうだよ落語家さんになれたっていうのは実力なんだよね、うんうんうん、泣いたようにならなかったとかねじゃない、うん実力、うん、だから私もよく演芸やりたいやつがいっぱい来るけどね、うん、運がなくてなれませんでしたねそれは運がない、うん、実力がない、ね、そういう設定に自分を持っていかないっていうね、うん、努力が足りない、うん、自分ね、うん、で高田さんが今度は落語をやるというね、うん、いや番宣に入りますけどね見ましたよ、山内さんのコメントよく出たね山内さんもバックアップいいねいろんな雑誌によく出てくるんだ山内さんが私がやらせてる、うん、あの人は落語の、うん、いい味に持ってたうまいと嫌だっていうのをやらしたとかってね結構入れてるんだけどね谷5月の6日のことなんですよ東松町笑いの構造かなんかまた褒めるぞまたうろってんじゃねえだろうな高田文雄の落語を聞いてみてかなんか別冊で一冊作ろってたこの野郎この野郎じゃねえか漫画描け漫画をこう慎太郎になっちゃうどんなことしてっと5月6日キノクリアホール今日は、はい、紫と同じだよ声はというわけでして CM ですOh, my God.
ういえば山口さんあれだね、5月2日に俺ね、ルイドでね、行ってきました今日、うん、ライブやるんですよ、うん、で今日昼間ね、うん、ほとんど放送禁止だからこれはあの面白いよ、そうでしょ、うん、今日それね、言っとくと4時からでしょ、うん、でルイドあの昔の話するとね、うん、昔の話全部放送禁止だからねラジオでも言えないしねそれ楽しみだよね、うん、それ5月2日でしょ、5月2日、ね、4時からお互いに褒め合ってまたグループ交代がねこんなによくお互いの仕事煽ってまいったな、5月4時からルイド、なんだ5月2日6時半キノクリアだダイエットほかほか弁当持ってたお互いにえもうぐん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 お互いに盛り上げて盛り上げて、あそこ喧嘩ばかりしたらしいんだよ我々ウコン3本ってやってたら危ねえな、うん、というわけではないですね、まああの落語をやるんでしょやるんです、うん、落語やってあ裏芸ばっかりやってねそうなんですだから小遊三ですけど大神楽今練習してますからそれを進めてもそっくりにセリフまで覚えてねあやれんのあれうんで今練習してる何やるんだベサリオさ全部ロビンソンクルソーから全部そのままでさやろうっつって肩にいけりゃいいんだね、いや、いけりゃいいんだね肩やってるとドビンは回せねえなみたいな今二人でやっててで影山はねギターマンでH本タクトだってギターあれはまあいいや、H本タクトだから何やってるか分からへんんだから、ね、あれ下手なんだから、H本タクトって日本語危ねえんだから影山民はそれがいいそれがいいしょうがなかったね、あの落語も言うことばっかりなんだ、あれはえでけえ体して体でかいんで間抜けたね、あのいるんだよ、あのムサビとかああいう中退組が、うん、大体そうだよ、あの美術学校が中退してストリッパーになったりね三回塾入ってね、頭取り込んでねあのクレーンであの背中つっちゃってなんかして、なんだよくわからないけど、パリでなんか裸になってメリコ君みたいな体つけてやってるのがいるんだ、うん、いるんだよくいるんだよ、で外国であのなんだよ、あの、うん、ずいぶん評価受けた人って外人バカだからね、わからないしやねんわけわかんないもんね、外人から見てよくわからないよ、海の底に行ってあのメリコ君だらけの坊主が寝転ぶんだって、それでテレビの宣伝しちゃうんですよなんとか体なんて、なんだあれよくわからないよ、エチオピア行ってやったか、エチオピア行ってね、あの援助物資もらえんぞ、しょうがない、あんなことやっていや昔からいたよそういうのは、うん、あのね、三階塾の前にはね、暗黒武道だなんつってね、大ラクダ館だとかね、いっぱいいたんだよ、であのやっぱりね、ニジンスキーだとかね、くんのことやってね、やったらかと思ってんだよって、うんうん、あのアスベスト館つってね、うん、なんだ土方辰巳っていうのがいてね、嫌な名前なんだ、土方って書いてあるなんかしてね、お読み込みの間違いが土方辰巳の弟子がね、全部ストリップ劇場回ってんだよ、うん、俺がフランスにいる頃ね、うん、切るんだペアで、うん、土方辰巳の弟子なんだよ、うん、で、あの二重好きみたいな体してこんななってさ、ストリップ劇場の客だって あのあれだよ、あのハトバスで来んだよ、おいだから日本舞踊かなんかの日本のってあの何あのたらいで背中流したりなんかした後急にあの暗転になってさ、あのなんだよ雷の音がゴロゴロなんてやつ、あれがこのやつで驚くね、そらなやってることは客はなんだか、じいさんなんかよあれだよ、うん、わからないや、木の川綾とかさ、その後にさなんとかなんてわけのわかんないよ、呪文みたいな名前のやつが出てくるんで頭反り込んじゃってこんなんなっちゃってさ、男が30分も踊ってんだよ、おじさんたちなんだこれやと思って、おまっちゃうよな、天井から背中あの釣って出てきちゃうんだからな、あんなもの見たってしょうがないでだけど、あでそれでね、女のやつがね、やっぱりね、あのふんどしみたいな一丁でね、あの天井から来てね、男がまるで踊ってんだよ、じいさん知らねえから早く無知で叩けなんてよくわかんないこと言ってんだよ、 SM ショート間違えてロー垂らせとかなんか言ってんだよね、やってるやつはこんなことやってんだよな、しょうがないな、それじゃね、うん、じゃあ CM です、そういうわけで、いよいよ道が読みから浅草の松倉蔵、なんだ松倉蔵、俺が住んでたところじゃん、うん、来てましたね、はい、高田先生申し訳ないもう二度とペンは取らないつもりでしたでも先週の某エブス氏の発言に対して一言返事がしたいんです、3分だけ時間をください、エビス君もう勘弁してくれ、もう俺は引退したんだ、エビス君はハガキ界の長州さんを気取って足に挑戦したそうです、挑戦したいそうですね、でも足は猪木さんや天竜さんじゃない、私もプロレスは女の子のお尻より好きです、でもちょっと待ってください、あの長州さんがミスターチンに挑戦しましたか、サンダー杉山にかませ犬宣言をしましたか、グレート草津大山活動ミス平井ミスター林みんな立派なレスラーでした、でもいつか優待なされました、彼らは長州さんデビュー以前から日本マット界のために戦い、そして新旧交代しました、エビス君あなたはこれからのハガキマシンです、例えば長州力です、そして私は一時代前のレスラーたち、つまり杉山選手や肥後宗則や黒潮太郎やデビル紫
よく知ってんな、こいつ、マンモス鈴木なのです。今、日本マット界で長州対元 IWA ミッドヘビー級チャンピオン、田中忠治戦が行われるわけがないように、恵比寿君が引退した道上に喧嘩を打ってはいけません。あなたの敵は今、この時にハガキを書いている若者です。一枚一枚に長州のような気合を込めて、スーパー大概の蹴りのようなダメージでネタを作ることが革命なのです。実は私も昔、ロリコンの友達に喧嘩を売り、今のロリコンを革命してやるんだと叫び、バカを見ました。でも要は自分がいかにスケベイラストを描くかということに気がついたのです。それが道上画集なのです。他人のことは一切気にせず自分のオリジナルで勝負することを決めたのです。道上画集には実物の女の子のモデルもいません。ロリコン業界史の真似をもうしません。ましてアニメの女の子に婚するなど絶対にしません。ただこんなことあるわけないけどあったらおかしいなと思ったスケベイラストをスイスイスイスララスイムスイムスイムと気楽に書くとああなるのです。これはハガキのネタにも共通すると思います。瑠璃戦の世界でも同じです。要は楽してやることです。でも引退してとても楽しいです。オールナイトの他人のハガキがこんなに面白いものだとあとギラギラ笑ってします。今まで他人のネタにバカとかてめえなんかやめちまいとか興奮してた自分がバカみたいです。それに小泉さんも素敵な詩をありがとう。あの詩はそのまま足の人生そのものでびっくりしました。それと一つだけお詫びがあります。修正させていただきます。先々週の文の中で足の字が汚かったため殿が読み間違いをしておられました。道上ゆけいちゃんの CM はリカちゃんキッチャンジュージュージューではなくリカちゃんキッチンジュージュー、どうでもいいやねん。ゆきえ姫は今新作リカちゃんのお友達さわやかちゃんで画面に向かって一番右側に位置され私たちに愛を与えてくださいます。長えな。ゆきえちゃんのクラブの社長さんごめんなさい。私がゆきえちゃんを名乗ったのは2年前の9月テレビ東京の某番組のカバーガールだった彼女が番組を降ろされこの世から道上さんの名前を消してはいけないとこのペンネームを使いました。でもゆきえさんが素人でなんでなくトップモデルだと分かりました。今ではもう足の役目は終わりです。どうか皆さんこのオンライトで道上の名前を使うのはやめましょう。今日限りもう足は忘れてその分ネタを作ってください。それでは恒例のいい歌なシーズンでお別れしましょう。ババンババンバンバン行中出たからもうダメだこいつか。まあまあてんこ盛りよバカや。ババンババンバンバン地高生えたかしょうがねえな。ダメだね。はい、このね、テレビガイドにね、あのね、ノーベル学院というね、なんだろう、広告が出てるんですけどね、なんだこれ、タレントの学校なんだよね。タレント学校でね、コメディ専科のね、講師にね、ビートたけしとポール・マキって書いてあると、私これ関係ありませんから、知りませんからね、これ。今、事務所でね、文句言ったらね、次の号から外してるんだけどね、このノーベル学院って勝手に俺の名前を使ってるだけでね、私これ、この会社だか学校だかよくわかりませんか。これあんまり関係ないんでね、ちょっと、俺がほら、他の人が目当てで行くんならいいけど私はいませんからね、だから徳良さんとか鈴木誠純さんなんて書いてあるけど、この人たちが、ね、目当てで行くならそれは構わないけど、このコメディ専科っていうところにね、ビートたけしって書いてあるんですけど、私はこの学校には何の関係もないしね、講師に行くわけでも何でもないですけどね、ここよくね、なんかここに入ってたけし軍団に入れるんじゃないかって勘違いしたやつがいるらしいんだけど、そういうのも困るからね、全然関係ないから。ちゃんと濃くなってんだもんね。濃くなって、これでかく出てますけどね、ちょっとやばいんでね、言っときますけど、まあ、どうなんだろうな、2回目からもう出てないと思うんだけど、もしね、変なことで揉めちゃうと嫌だから、一応言っときますからね。ひどい目にあってるんで、大使なんか全然いねえじゃねえかなって、ね、あれよくあるんだ。文句、後でもう俺を出しに文句言って、金倍払いなんていうのは、もっと悪質なのがいたりなんかすると、余計困るからね。上行ってるのがいたりして。とにかくそういうことないんですからね。知ってんじゃん、名前書いてんだ。知ってんじゃん。誰が俺に教わって何を教えるんだよ。え、教えるもんないね。コメディ、コメディで俺が先生で何やるんだ、何やってんの、画表なんてダメだよ。それじゃしょうがねえな。じゃあ一つコーナー行きましょうかね。はい、来てますね。なんだこれ、三択編じゃないな、医学用語編、ケシー高峰医学用語編、
最近自動車会社の販売合戦が激しくなったため、中古車販売の営業担当にストレスが溜まりすぎたために、満月の夜になると飛び回るというわけのわからない病気が流行っている。これを我々医者仲間では中古やお月様見て跳ねると中古中古やお月様見て跳ねる、これ田舎は娯楽がないため必然的に主婦の楽しみはセックスに限られる。特に東北の山の中では女房が旦那さんのペニスに蜂蜜を塗りたくっていきなりガッと噛みつく人が多いと聞く。このような人たちのことを我々医学界ではハニーカミヤさんとハニーカミヤさんなんだかな何これ逆にと書いては奥さんが陰毛を伸ばしてちょんまげに言って夜のプレイに変化を持たせようとする人が多い。そのような人たちのことを専門用語を使って説明すると、うちの女房にはマゲがある。何を言ってんだか分かんねえ。つまんねえこと言ってんじゃない。マゲがある。なんだこれ。最近ヤックンモックンフックンを見ると傲慢がうずく。この病状を自分が着たいと。なんだか。投資ジャーナルの中井会長はマリコさんとのセックスに飽きてしまったので、よしじゃあアナルセックスをやってみようと思いついた。このことを私はよしジャーナルという。なんだかわからねえ。つまんない漫画だ。字は汚い絵は下手。字は汚い絵は下手。なんだこれ。もう思いっきり中学生じゃないのかこんなの、うん、うまい下痢弁がうまい。バカ野郎。子供だよこれじゃな。いけるねえ。だってカエルみたいな絵描いてしょうがねえな。三択、三択、亀井息子が大変お世話になっているそうじゃねえ。ケイシーの父です。何インドの人を次の3つの中から選んでください。おう、チャダハル。おう、チャダハル。ゴブレー捕まったって。何がゴブレー。これまたゴブレー。これまたゴブレー。ゴブレー。割るの。次の3つのうち、鳥の名前は何かな。何かな。インド、ジン、チャボ。バカ野郎。チャダばっかり出てくる。インド、チャボ。最近、ある動物番組によって、珍獣ブームが続いていますが、その中で、おたまじゃくしに似た、人肌色をした、珍獣を何と言うでしょう。次の3つから選びなさい。リメンバーウーパルーパー。なんだこれ。続き。100メートル競争で最後にゴールを切る人を何と言うでしょうか。次の3つから選びなさい。お、ペケペ。答えペケだって。ペケ。はい、曲いきましょう。曇りのち晴れ、志村香織。というわけでハガキが来ておりましてですね、松田、趣味でやってた草野球が番組になってしまった今、ビートたけしのスポーツ大賞に続くたけしの飲み屋で騒ごう、たけしのぐっすり眠ろう、たけしの家でゴロゴロしようなどという番組ができたって怒れない。この番組はどうかって趣味でだけど、お前趣味だったら仕事になっちゃったら大変だ。でも体痛くて、ね、視聴率はいいし、お前体と中痛くてしょうがないよ。こっちは冗談じゃないよお前。かえって拷問に近いようだけど、セックスと同じだお前。毎日やってもやんなくても、野球だって肩痛いしボロボロになっちゃっても、今日なんかお前バレーボール2試合のバレーボール2試合バスケット2試合で走りっぱなしだね。交代なしで。そんなもん嬉しくもなんともないよ。野球なんか4日連チャンで毎日2試合ずつ肩壊れちゃってほとんど抜けちゃうよ俺なんか。もうどうしようもないよ。
いいね、だけど、たけしの飲み屋で騒ごうってな、これ魅力だな。たけしのぐっすり眠ろうってのも魅力、これいいじゃねえか。いただいちゃうかな、企画。え、売り込んで。いっそかなんか持ってくやるじゃねえかな。たけしの家でゴロゴロ。ゴロゴロ俺んちであのゲスト呼んで、ゲスト呼んで、俺んちで対談ってのが一番よね、ゴロゴロに。うん、それ番組人の中誘ったりなんかして。女のゲストかなんかで俺布団の中入って入んないかなんか言いながらトークしてるってのもいいね、なかなか、ねね、なかなかのもんだな、ね、笑ってちゃいけないんで、行きますか。というわけで行ってみましょう、最後、はい、黄昏オフコース。オールナイトニッポン、この番組はブラザー工業、ブラザー販売、ブルボン、ポッカコーヒー、キャニオンレコード、学研、DVD 富士坊、白泉社、東京観光専門学校、角川書店グループ、松竹、以上各社の協賛で東京中田芸能日本放送から全国31局を結んでお送りしました。鼻の下ニキビできてんじゃん、うんうん、これで鏡見てニキビばっかり一生懸命気にしてる、うん、てめえの頭の形気にしようとするそんなこと言う前にバカ野郎、お前だいたい形自体が頭の毛染めやがったな、この野郎。染め子がきついんで、わけのわからないことやりだしたんだ、てめえは。いや、本当にオーディションも出てない。頭からマジック染み込んだんだから。兄貴のことですよ、僕の。偽物じゃないか。歌手になるすらしいや。偽物が現れました。なるほど。お前の 偽物なんかいないって、そんな顔で双子がいてみろ、お前。大笑いだぞ、お前。なりすませない、そんな顔、お前。というわけでして、また来週、せーの、バイビー。雨に過ぎた思い出映し出して流れる街に指を浸して漏れる光に揺れてく頬の油を襟で拭いて過ぎゆく人に絡みついたダメな自分に腹を立てて人よ愛に溺れ